通常は背中がこう上げて入るんだけど、エクボは相手の肘に膝を膝から相手の手を出すようにして。喧嘩打ちに対して相手が肘を入れてきて、ここから何もできないですっていう質問だったんですけど、まず肘を入れてきたら持ってる釣り手を少し緩めてずらします。緩めてずらします。そうすると少し余裕ができるので自分の方に、自分の方に寄せてくる。で、ここで外したらここに引っ掛けておく。ここに引っ掛けておくということですね。で、まあ、ここからでも内股とかねいけるんですけど、もう少し、組み手を優位にしたいのであれば、肩を外してここで。これ後ろから見るとこういう状態になってるんですかね。こういう状態。そうするともう相手何もできないですね。これだとね、かけないでしょ。もう一回いきます。ミラース息外した肩に引っ掛けて肩外して。で、肩を外して。以上です。お願いします。この引き手は、通常は背中がこう上げて入るんだけど、脇を締めて脇を締めて。こう入って。で、釣り手は手首を相手の肘に当てる。こういう。足運びは、後ろ回り下がって膝を膝から相手の右の先の方の足に落ちてある。でこう落ちる時に、しっかり脱力して離します。背中ついてないでしょ。手だけで後ろ。